さあ残り4試合に残留をかける勝ち点34、現在20位の相模原、そして来シーズンも J2 で戦うことがもう決定しています。まあ、この年齢でピッチに立たせてもらっているんでという話を清原は言っていました。さあ試合開始です。前半45分になりました。まずは大きく蹴り出していきます。キープもできますし一人剥がすこともできます、はい、松橋です。さあ川上からこのボールです。このボール拾いに行った松橋、うん、ワンタッチはたいて平松からもう一回後ろから児玉レオトが行った、シュートいった。さあどうか児玉レオト打てるかどうか、松橋のシュートはどうか、入りました。相模原先制点、前半の4分、松橋が決めました。最後のところも松橋選手が足を止めずに動いていった結果、反応早くシュートを打てたの。相模原も非常に集中してますね、はい、関戸から中、頭当たってこのボールはどうか、やシュート打った、スーパースーパーゴール、見事同点、石毛。いやレベル高いですね、はい、あ見えるも呆然。いや難しいところにこぼれて胸トラップで落ち着いてかわしたんですよね、松橋選手のアプローチをね、はい、最後落ち際のところでしっかりとミートして、まあ、これはキーパーの三浦選手からするとノーチャンスですねもうこれは絶対取れないです。ここ7試合で5ゴール目、そういうところはちょっと見逃したくない、松橋から中へのボールです。おこぼれてシュートが入った、いいよ勝ち越し相模原。安藤予想外のタッチになってしまって、ね、安藤選手にこぼれて、最後でも非常に難しいあのキーパーとの距離も近かったので、はい、うまく浮かしたんですよね。ああいいドリル、ちょっと足痛めたか。佐藤かペナルティシュート打った、佐藤かシュート入った、ビヨンテ。ちょっと最後のところね、ブロックのところがまあ、手に当たったようにも見えましたけど、流れたところでイオンジェ選手と、あ、お尻でしたね。中に送ってこれはちょっと危ないところ、イオンジェまだ入って、中シュート、上条、岡山勝ち越し。有馬監督も喜びを全身で表現しました。いやいやいや、まあ、最後のシュートも難しいですけどね、ここのやっぱり岡山の選手の反応が早かったですし、セットク平松が競りました。このボール、あーここで試合終了。ホーム相模原逆転負け。